神様。科学の神、柔らかいな。もう言わないで。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。私と久美様は奥様には内緒で一緒の時間を過ごすようになっていきました。しかし幸せな時間は長くは続かなかったのです。二人とも何をやってるの。平松、説明しなさい。僕は誘ったんだ。かな子は黙ってなさい。久美、平松、久美の部屋で何をしてたの。私は久美様、私が誘惑したでしょ。平松、違う。あなたメイドよね。自分の立場をわきまえなさい。違う、僕が誘ったんだ。かな子は悪くない。いい加減にして。久美、あなた女の子よ。もう僕とか言わないで。関係ないだろ母さんには。平松、出て行きなさい。もうお前の顔など二度と見たくない。あの花子、嫌だ。女同士でいやらしい。いやらしいって。誰のことで。そして久美は包丁を構えた。僕の、俺の何がいやらしいんだ。久美、何してるか分かってるの。久美様、ダメ。どうして俺のことを分かってくれないんだ。久美、私のどこがいやらしいんだ。やめて。離せ、かな子。ダメね、久美様、ダメ。離せ、離して。激しく揉み合った。平松は愛する久美を犯人にしたくはなかった。離せ。そしてその時が訪れた。離せ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。母さん。しっかりしろ。奥様、奥様。し、かな子、いいかよく聞け。これは事故だ。かな子は何も悪くない。悪いのは全部俺だ。いいえ、私が刺してしまったんです。かな子、俺と一緒にいたいか。
もちろんです。ずっと俺のことを、はい、ずっとずっとお慕いしています。かなこ、もうすぐコスプレコンテストの出場者が来る。その中のどさくさに紛れるチャンスは必ずある。感じだったんじゃないですか。私分かっちゃいました。結局犯人は平松加奈子さん。違う。あなたですよね。そんなの嘘です。私は、お、その否定の仕方怪しい。来た来た、ジュルダの妄想来た。ねえ、終わり。やめろ、それ以上言うな。ああ、素敵。二人の愛は育まれ悲劇に泣いた。劇的じゃないねえ。いい加減にしてくれ。え、あんたは失礼だ。人の気持ちも考えずに勝手に妄想で、勝手に人を簡単に扱って、何も分かってないくせに。あんたデリカシーないね。ひどいよ、ほんと。レナちゃん、私はただ妄想で真相を解決したくて。嘘でしょ。嘘。面白がってたでしょ、絶対。そんなことは。じゃあ断言できるの？純粋に真相を突き止めるためだけに妄想してたって胸張って言えるの？ほら、言えないじゃん。私は途中からあんたが人を妄想のおもちゃにして楽しんでるようにしか見えなかった。みんなもそうでしょ？確かにね。なんか途中からすんげえムカついた。正直私も。人の気持ちを何だと思ってんの？言っちゃ悪いけど、常に上から目線っていうかさ、自分を何様だと思ってんだよ。妄想で自分勝手に人の心えぐりやがって。傷つけてどうするの、ジュリナ。あの、言わないで。あんたの妄想が人を傷つけたの、分かってるの、ジュリナ。レナちゃん、私は妄想で解決したかっただけで、妄想、いい妄想じゃなきゃならなくて、私は小さい頃は悪い妄想を、つまりとっても悪い子で、それでだから子
この仕事に就いたおかげでいい妄想を抱けるようになって、結構みんなからも褒められて、この中にいるから、違う犯人見つけるから、だからちょっと待って、すぐこの中の誰かが犯人って、違う人見つけるから、ちょっと待って待って。あれ、もっと来ないよ。あれあれあれ、なんで、妄想できない。